岡野さん、はい、これなんか水汲みバケツに面白いもんつけてますね。はい、まあ、水汲みバケツはね、アジングする人は血抜きするのにみんなよく使うと思うんです。ですね。で、みんな水汲むときに大概こう紐でうまくまとめるのに苦労しとると思うんですけど。はいはい、僕も苦労してます。私これ使っているのが、なんすか？これなん見たらピンとくる人はいるんじゃないですか、ね。まあ僕は本業がね、釣りじゃないからね。そうですね。僕の本業に関連するんですよ。ペットって見えてるんですけど、犬のリードですよね。すごい、いわゆるこれはね、すごい発想ですよ。はい、で、まあリードって言ったら、まあそれまでなんですけど、これが100円ショップで、まあ、100円じゃないですけどね、入るんですよね、今は。で、まあ、リードを持ってらっしゃる方はそれで使ってもいいですし、で、まあ、そうじゃない方はお気軽に100円ショップで買えることができますから。なるほど。ちょっとじゃあ今から使い方を、はい、やってみます。どう便利なのか。で、こうやって網に向かって紐を出していけば、よいしょ、よいしょ。で、これはまあ普通ですよね。まあ普通に水を入れました。はい、はい、で、ここからこれをどんどん、まあ犬のリードだからね。そうなんですよ。ああ、このままシュル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 、ちょ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 、シュルシュル勝手に引っ込んでくれるんですよね。そうなんですよ。上げたらもう勝手に巻かなくていいんだ。あ、すごい。したらもう綺麗に紐がまとまってるんで、これすごい楽ですね、これは。ああ、これかっこいいよ。紐が足に絡まることもないんで危なくないですし、これは皆さん喜びますよ、このアイデア。ぜひ、はい、興味持たれた方はやってみてください。最高、ありがとうございました。はい、はい。